皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。今日はカットマンのフットワークの基礎的な動きの確認をしたいと思います。よく失敗しがちな足の動かし方っていうところがあると思うので、そこのところしっかり注意してできるように一つ一つ動作を確認しながらやっていきたいと思います。お願いします。まずバックのカットなんですけど、カットの立ち位置ですね。立ち位置がほぼミドルのライン上の上にもう自分が乗ってるような感じで立ってる状態です。最近の多くのカットなんですけど、右足前のスタンス、もしくは平行足ぐらいで立ってると思うんで、右足がミドルの線の上に乗ってるぐらいのイメージで立ちます。そこからバック側の方に左足を寄せてカットっていう形が基本的な動きです。よくありがちなミスっていうのが、右足をこう寄せてカットしちゃうっていうことがあるんですけど、この動作をしてしまうと、もう体が後ろを向いてしまって前がこっちになります。この状態でカットしてしまうとフォアに戻る時に大きく動く必要があるので、しっかり右足に体重を最初乗せて左足で近づいてカットするようにします。どうしてもね、右足と前で右足を寄せてしまうので、そこのところの訓練が必要です。ちょっと一回実際やってみます。今の状態の時でもボールに寄っていく時に左足からちゃんと寄ってるんですね。で、打球する時は左足に体重が乗っててすぐ戻る。で、どうしてもこうなってしまうとうまくいかないので、ちょっと悪い例をやってみたいと思います。こういう状態ですね。体が半分後ろに向いてしまうような状態になってしまうので、手は届くんでやりやすいんですけど、次の戻る動作がとても大変になってしまうので、しっかり左足から体が壁になる気持ち、ボールを後ろに反らせないようという気持ちで左足でちゃんとボールにアプローチしましょう。じゃあ続いてフォア側、フォア側の内容的には同様ですね。今の右足を寄せる、右足を後ろに、これを左足をこう寄せてしまうとできなくはないんですけど、動けなくなっちゃうので、右足を後ろに構えて、右足近い方の足ですね。自分のボールに近い方の足、フォアカットだったら右足から、でバックカットだったら左足から、これがなかなか簡単なようでできないんですよ。簡単なようで難しいので、肘腕を上げている時に一緒に足を引く、この動きをとにかく意識してテイクバックをしてからボールにインパクトっていう風に練習しましょう。残っている方の足は体重が乗るので、この足に最初力を入れて、前側の足に力を入れて、ちゃんと手を引けるようにちょっと意識して練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。